どうも、続きでーす。さあ、今回ですけども、はい、タイミングの取り方、何が違うのかについてお話ししていきたいと思います。はい。はい、まあ、野球とかソフトボールには、うん、タイミングの取り方っていうのが大きく分けて3つありますね。はい。まず1つが足上げ。はい。ボン。足を上げてタイミングを取る方法です。2つ目がすり足、ね、で3つ目が、まあ、こういう感じのノーステップと言われるやつです、はい、この3つ一体何が違うのか、そして私はどれが合っているのか、そういうふうに思ったことありますよね、はい、これはですね、それぞれメリットデメリットがあります。ですからしっかりですね、それを知った上で自分に合った、あなたに合ったバッティングフォームを見つけることがすごく大事になってきます、はい、でこれは最初に言っておきますけれども、あくまでもやっぱ人それぞれなんですね、うんうんうん、絶対これがいい、こういう人にはこれがいいって一応私最後の方にお話しさせていただきますけど、はい、とはいえもう本当にあなた自身がしっかりしっくりくる、しっくりくるしっくりくる方法でやっていただいたらそれはそれで OK でございますから、はい、一応目安はねお話しさせていただきますけれども、うん、自分でしっかりね決めていきましょうね、はい、はい、というわけなのでしっかりですねこの動画を最後まで見ていただいて、自分にはどのタイミングの取り方が合っているのか、そしてそのタイミングの取り方にはどういう特徴があるのかということをね、しっかりと勉強していきましょう、はい、はい、では早速やっていきましょう。じゃあですね、早速タイミングの取り方何が違うのかということなんですけども、その前にですね、この動き何のためにすんのと、はい、こんな足上げたりとか、うん、すり足にしたりとかってね、もうこの動きは何か目的があるからやるわけでございますね。そうですね、はい、じゃあね、その意味を分かってなかったら、うん、それをやる意味分かってなかったら、ただ足上げたらええんやとか、そう、ね、すり足にしたらええんやっていうね、うん、その形見た目だけを真似してもやっぱり意味がないと思いますので、うん、はい、そこからちょっとご説明させていただきたいと思います、はい、まず大きなポイント2つあります、はい、まず1つ1つ目まず1つはタイミングを取るということでございます、はい、足を上げてタイミングを取って打つ、もしくはこうすり足をしてきてピッチャーが投げるこのモーションに合わせて足を上げたりすり足にしたりノーステップにしたりとかして、まあ、タイミングを取ってるわけですね、うんうんうん、そしてもう一つこれが重要なんですけども、はい、その動きをしながら体重移動をしているわけでございます。ほうほうほう、だから右に乗って左に乗ってっていう、私がよくねバッティングの動画でも言ってますけども、はい、この体重移動パーン、これがしっかりできるか、はい、っていうことがね、この2つがこの足上げたりなんやかんやするときにすごく重要なんですね、うん、ここを意識していただきたいわけでございます、はい、はい、じゃあ早速足上げのメリットをお話ししていきたいと思います、はい、足上げバッティング、これ一番この3つの中で一番体重移動がしやすい、はい、これが大きなポイントです、まあ、どういうことかって言いますと、構えて足上げます、もうこの時に完全に体重が軸足乗ってますね、うんうんうん、でさらに踏み込んでいって打ちに行く、もうこの時にもやっぱりこう右に乗って踏み込んでいく、この動きがもうやっぱり体重が右から左にしっかりね移動してると思うんですね、はい、これがやっぱり足を上げることによってすごくやりやすい、うん、はい、これが一番のメリットになってます、うん、じゃあデメリットは何かって言いますと、はい、これにもねデメリットがあるんですね、残念ながら、うん、めちゃくちゃいいような感じしますよね。そうですね、足上げて、うん、あ、体重移動しっかりできる、重要だもんね体重移動、そう重要なんですけれども、デメリットもありまして、はい、ね、しっかり体重移動がこのできるっていうことは、うん、この体の軸もですねブレやすいっていうことなんですね、うんうんうん、ここがしっかりしていればまっすぐこのまま打ちに行くことができます、うん、しかしこれがブレてしまえば、まず足上げた時点でこうなっちゃう人もいます、うん、足上げてあーで今みたいに一緒に行っちゃって、はいはい、このままあー振っちゃう、うんうん、だから体重移動しやすいんだけどもしすぎちゃったりとかすることによって
頭の位置が今みたいに動きます、うん、そうするとボールとの距離感つかめなくなってきたりとか、ボールが来るものに対して自分が向かっていくんで余計速く感じたりとか、まあ、体が突っ込んでるんでさっき言ったみたいにもう待てずにこう突っ込んだまま振ってしまう、ボール球って思っててももう止まらない、うんうん、っていう感じのデメリットまで発生してしまうということです、はい、なのでね、まあ、難しいですね、しっかりね自分の体の軸を保ちつつやっていただいたらすごくパワーを発揮しやすいんですけども、うんうん、やっぱりそんだけ大きく体重移動するっていうことはブレやすいっていう、だからブレにしっかり気をつけながらやっていただくっていうことがこれがすごく重要になってくるわけですね。そうですね、そうですねそうですね、うん、そうです、筋トレも大事だね、筋トレも大事ね、もうこの軸に乗って軸から軸にってね、この移動がちゃんとこうブレずにできるっていうことが、まあ、大事になってきます、はい、じゃあ次すり足と言いたいところなんですけども、ちょっとすり足置いといてノーステップいきたいと思います、はい、ノーステップのメリット、これはタイミングが合わせやすい、これでございます。ノーステップっていうことはさっきとは違います。足上げはめちゃくちゃ体重移動しましたね、うんうん、こう動きましたね、でもそれをもうほとんどしない、もうこの状態、うんうんうん、よく言うこのトップの位置にしっかり入ってもうあとは振るだけ、うんうんうん、振りに行くだけっていうことは来たものに対して合わせに行くだけっていう状態にもう早めに作ってるっていうことですから、うんうん、タイミングがすごく合わせやすいです。なるほど、これも足上げすり足ノーステップの中では一番合わせやすいと思います、うんうんうん、すぐこうもうトップの位置に入っておくで、こっからあともう打ちに行くだけするだけ、うん、なので一番タイミングが合わせやすいんですけども、はい、まあ、合わせやすいっていうことは変化球にも対応しやすいですし、うん、速いとか遅いとか、まあ、そういう速度にも対応しやすい、うんうんうん、素晴らしいメリットがあるんですけども、デメリットもあります。ほう、じゃあこのデメリットは何かっていうと体重移動が難しいってことです。さっきと逆ですね、はい、だから手打ちになりやすいんですね、うんうん、このままステップ何にもしないから足に動きがないんで、ちゃんとね体重移動ができるっていう人がいればしっかり右に乗って左に乗ってでこの動きがしっかりできるんですけども、この動きが分かってないというか、まあ難しいのでできないとただこうやって手打ちになりやすい。なるほど、軸がノーステップだから動きづらいっていうのもあるんですね、軸がブレづらいっていうメリットもあるんですけど、同時にただここにいてただこう振るだけになってしまいがちというね、うんうんうん、体重移動が難しいっていうデメリットもあります。そうするとあんま飛ばなかったりするのかな。そうですね、もしかしたら当たる確率は上がるかもしれないんですけども、うん、打球が弱いってね、うんうん、当たったとしてもそんなに飛ばない、うん、内野ゴロ、ショートゴロ、ショートフライ、センターフライみたいな感じになりやすいってことですね。はい、はい、じゃあですね3つ目すり足なんですけども、これのメリットをお話しします。はい、すり足で吸ってきますので、この足を動かすことによって体重移動しやすいです、はい、そしてこのまま吸ってそのまま打ちに行くときに足を前に持っていきますね、うん、踏み込んでいきますっていうタイミングも取りやすいです、はい、なんでかっていうとさっきね足上げましたね、うん、足上げた状態だとやっぱりまだ浮いてますから踏み込み足が、うんうんうん、だからあっと思ったときとかもシャッてねこう踏むまでに地面につくまでにいろいろ時間があるので差し込まれちゃったりとか、うん、まあ、前にこう行き過ぎてうってなっちゃったりとか、うん、止まれなかったりね、まあ、そういうデメリットもあるんですけれども、うん、なんせすり足の場合は地面についてますから、うんうんうん、さっきの足上げのいいところがちょっと残ってるんでございますね。そうですね、でちょっとうってあって思ってもこう地面についてるから対応しやすい、うん、タイミングも取りやすいっていうことなんです、ね、めちゃくちゃいいじゃないですか。これめちゃくちゃいいですよね、うん、なんか今まで足上げノーステップやってきましたけど、うん、なんかここまで聞いたらすり足が一番いいんじゃねもしやすり足が一番最高なんじゃねって思った方もいると思います、うん、ですがデメリットもあります、はい、じゃあデメリットは何かっていうと、うん、確かに体重移動しやすいです、はい、でも体重移動のしやすさで言えばやっぱり足上げの方が足上げてる方がまあ100乗れますよね、うんうん、し体重移動っていうのはしやすいっていうので、うん、やっぱりちょっといいんですけどちょっといいって感じなんですね、うん、体重移動のしやすさ足上げがここだったらすり足はここみたいな、あちょっといいと。そしてさっきタイミングも取りやすいって言いましたね、うんうんうん、でもやっぱりタイミングもですねこれ前に行き前にこう踏み込んでいきながら
打っていくんですけど、これもですねやりやすいんですけど、うん、やっぱりこう動きがあります、うんうんうん、それで言ったらノンステップの方が全く動きがないので、うんうん、タイミングをバッチリ合わせるって言ったら、うん、やっぱりノンステップの方が合わせやすいんですね、うん、ということなのですり足っていうのは、まあ、どっちのいいところも中途半端に持ってるっていう感じなんですよ、うんうんよく言えばどっちのいいとこを持ってるけど悪く言ったらどっちも中途半端になりがちってことそうっていう感じなんですね、うんうんうん、でだからこうすり足で前にこう踏み込んでいくっていう時もやっぱりこれがミスってしまうと後ろに残りがち、うん、で軸足回転でこんな風になってしまいがちだし逆にこのままこうやってね前にも突っ込みがちっていう、うんうん、ちゃんと右でこうやってグッてここで来れればいいんですけどこれがこのまま一緒にこうやってなるほど行ってしまうと、まあ、どっちのデメリットも持ってるってことですなるほどね足上げのデメリットも持っちゃうし、うんうん、ノンステップのうまく体重移動ができないっていうデメリットも持っちゃうとなるほどなんですよリスクも持っちゃうんだねそういいところも中途半端悪いところも中途半端にどっちつかずな感じの、まあ、真ん中っていう感じですね、うん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 、っていうタイミングの取り方なんですねはいということでまとめますと体重移動が一番しやすいのが足上げです一番パワーが使える、うん、そして一番タイミングが取りやすいのがノンステップですこのままポン、うんうん、で、まあどっちのいいところも持ってますせーっていう万能型みたいな、うんうん、マルチな感じなのがすり足、はい、ということでございますねじゃあですね今この動画を見てくれているあなたに合っているのは足上げなのかすり足なのかノンステップなのか、うん、どれなのかということなんですけれども、はいとにかく遠くに飛ばしたいホームランを打ちたいみたいな感じだったら、うんうん、足上げおすすめします、はい、足上げてタイミングを取る、うんうんうんまあ、それが一番やっぱ体重使えますしタイミングさえバッチリ合えばもうバコンとホームラン打つことができます、うんはいはい、私もね、まあ、この場面もう一発狙うしかないなみたいな時は足上げて打ってましたから、うん、あ普段は結構ノンステップ派だったんですけど、うんうんうんまあ、そういう時はねもうとにかくカッてねあとはタイミングだけっていう感じで足上げねやってましたからそれおすすめです、はい、で他に例えばヒット量産したい、うんうんうん、安打製造機になりたい、はい、とにかく塁に出たいという方はですね、うん、すり足おすすめですすり足でタイミングも取りつつ体重移動もしっかりしつつ打っていく、うんうんまあ、これを極めていけばかなりねいい感じにヒット打てます、はい、し中距離ぐらいのねあの打球もね結構飛びますから、うんうんまあ、もちろん極めていただいたら別にホームランも打てるんですよ、うんうんうん、だけど一応ね、まあ、イメージ的には中距離バッターみたいな感じの人にはすり足がおすすめです、はい、で最後にですね、まあ、私にはとにかく体のパワーがあると、うんうんうん、当たれば一発飛ぶんやとね、うん、いう方はもうノーステップおすすめですね、はい、とにかく当てる確率を上げていくっていうね、うんうんうん、であとはもうしっかりこの体重移動でガーンって飛ばしていくっていうことができるのであればですねぜひですねノンステップを極めていただきたいというふうに思いますなるほどで、まあ、あとは、まあ、当てるのはうまいんだとだけど飛ばない、うん、内野の頭超えるかな超えないぐらいみたいな感じだったら足上げに挑戦してちょっとレベルアップねしてやっていただけると、うん、すごくいいバッターになれるんじゃないかなというふうに思いますなるほどはい。はい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 、経験があって、はい、自分はこういうタイプだとか、はい、こういうバッターになりたいみたいな目標がある人はいいと思うんですけど、はい、まだそういうのも分かんなくて始めたて、はい、そうですね、で自分のタイプも分かんないっていう人は、はい、まずどっから始めたらいいみたいなのありますか？そうですね、例えば本当に中学校から今始めましたみたいな、うんうん、もう初心者ですみたいな人だったら、うん、ちょっと足上げからやっていただきたいなっていうふうに思います、うん、というのも体重移動ね足を上げることによってしっかりね大きく体を使うバッティングっていうのが身につきやすいと思います、うんうんうん、と足を上げるっていうこの動作がやっぱりそのタイミング 1,2,3 っていうタイミングを取るっていうのに 1,2,33って振っていくっていうのがすごく分かりやすいと思うんですね、うんうんうん、ちょっとノーステップとかだとどこでタイミング取っていいとかっていうのはちょっと難しいのかなっていうふうに思いますし、そうだね、で体重移動もちょっと難しいと、うん、ですり足でもいいんですけどちょっと中途半端になりやすいんで、うん、足上げて1、2、
サーンっていう風に振っていくっていうのをまずですねやっていただいて、しっかり体を大きく使って飛ばす、ボールを飛ばすっていうことをやってみてほしいですね。なるほど。でそっからそれでもやっぱり差し込まれるとか、うん、釣り足の方がいいなとか、うん、あ私はノンステップが一番合ってるわとか絶対なってくると思うんで、うんうん、そしたら変えていってほしいです。なるほど。とにかくもう全然分かりません、何からやったら方がいいんですかっていう人は、うん、ちょっと一回足上げから分かりやすく 1,2,3 で打ってみたらいいんじゃないかなと、うん、なるほど思いますね。はい、はい、あはい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 。よくさ、うん、テレビとかでプロ野球とか見てたら、はい、割と足上げの人多いような気がするんだけど、ねうん、ソフトの試合って、うん、あんまり足上げてる人見ないかなと思うんですけど、そうですね、その違いとかってありますか？あります。やっぱソフトボールっていうのはとにかく距離が短くてむちゃくちゃ球が速いんですね、うんうんまあ、プロ野球でいう体感160とか、まあ、実業団の場合ですけど、うん、トップレベルになってくると体感160、170、うん、むちゃくちゃ速いと、速いっていう風になってくると、やっぱりですね、足を上げてタイミングを取って打っていくっていうのがちょっとかなり高度になってくるんですね。うん、そういう時間がないってことなんか。そうですね。でその中でやっぱ変化してきたりっていうのも考えると、どっちかっていうとタイミング重視でいきたいわけです。なるほど。で体重移動はもうしっかりこの中でやるっていうことを技術は身につけといて、うんうんうん、あとはこのタイミングを合わせる、うんうん、当てに行くことをちょっと重視したいっていう感じに多分なるんで、うんうん、女子の場合はやっぱノンステップの方が多いですね。なるほど。でも男子のソフトだと結構足上げてね打ってる人いるんで、うん、やっぱその辺はやっぱ体のパワー、うんうん、足上げてもこう対応できる、まあ、パワーがあるんだと思います。もともと軸のブレなさとか、そうそうそう、筋力の違いとか、うん、それもあるから足上げて打った方がやっぱ飛ぶっていうね、うんうん、パワーが使いやすい、発揮しやすい、まあ、軸ぶれずにやれるっていうのがあるんで、まあそうですね、女子ソフトは結構ノンステップで当てるの重視というか、うん、タイミング重視みたいな。普通の部活とかでやってる人も、うん、結構中学とか高校とか、うん、大学とかでもまた速さとか違ってくるじゃないですか。そうですね。その状況に合わせてステップも変えていくっていうのが一番いいのかな。そうですそうです。速さに合わせてどん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 速くなってきてタイミング取りづらいってなってくるなら、やっぱりこの自分がこう体重移動するっていうことはやっぱブレも生じてきますから、うんうん、そこがね軸がしっかり止まった状態に近づける方が当てるっていう確率は高くなっていきますから、うんうんうん、まあ、そこをどっちを取るかっていうか。なるほど。しっかり体重移動しつつ、うんうん、その当てる確率も上げていくっていうところをやっていただくと、うんうん、いいバッティングっていうのが自分の今のコンディションで、やっぱその日その日によっても、うん、今日はなんかめっちゃ体重移動しっかりできてんなとか、うんうん、ミートめっちゃできてるなっていう日もあれば、ちょっとミート率がなんかちょっとハスンって、うん、なんかこうやってフライになるなっていう時とかあれば、ちょっとステップの幅、体重移動をちょっと変えてみようとか、うん、まあ、そういう風に考えられますから、自分で工夫できると。だから今日の話めっちゃ大事ですからね、それを頭に入れて今日の自分の体調とかに合わせて今日は足上げていこう、うんうんうん、今日はすり足でいこう、今日はノンステップかなとか、そういう使い方もできると思いますから、なるほど、ぜひやってみてください。はい、はい、では今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとわーい、めっちゃはい、チャンネル登録もお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。